一人の野球女子が挑む人生初の始球式。はい、本日やってきたのは BC リーグの茨城、うん、アストロプラネッツと、うん、栃木ゴールデンブレーブスの試合を盛り上げに来ました。坂克彦監督ですね。おーおーおー、はい、同い年ですか。多分そう、上層学院だもんね。あ、そうだ、地元ですね。そう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 、あ、雰囲気私に似てますか。確かにちょっと似てあれちょっと待ってね恐れ多い。あれ、あ、似てるかもな。そんなことはどうでもいいんです。さらに手挙げてゆっくり落ちますか。あれあれ見たことあるぞ。あれは魂の小松原鉄平くんじゃないのBC リーグの方なので当然鉄平さんも現場入り。しかし本日の主役は鉄平さんでもなく、あっぱれ初の女子選手としてチームに所属、時にはキャッチャーとして、時にはスコアラーとして献身的なサポートでチームを支える存在。彼女の名は椿梨央。学生時代全国大会出場経験も持つ本格派の野球女子。現在はモデルとしても活動の場を広げる彼女。今回人生初のプロの試合の始球式に挑みます。というわけでやってきました、茨城県美浦村光と風の丘公園野球場。いよいよ椿の戦いが始まります。いつの間にか投球フォームがダイナミックに。しかし今年の2月に特産 TV に初登場した時、学生時代に怪我をした肩をかばい、どこか無理をしているような投球フォームでした。その後国吉 TV や IWA アカデミーでトレーニング、フォーム改造、肩の強化に努め、公式球でも力強い球を投げられるようになりました。まだ不安はあるかもしれませんが、以前と比べるとだいぶ満足いく球を投げられるようになっております。受ける鉄平さんも満足そうな表情です。どうですか、 初始球式に向けて。程よく緊張してます。程よく緊張してるけど先生、先生右側に歩いていくんですか、あなたは。左側に歩いていってください緊張してるなお前めっちゃ緊張してる。なるほど。 BC リーグの日程も終盤、栃木ゴールデンブレーブスはプレーオフに向けて、茨城アストロプラネッツは新規加盟1年目からのチャレンジから来季を見据える。そんな両チームが相まみえる一戦。マウンドへ向かう。どんな始球式になるのか、そして過去にこんなに楽しそうにマウンドに上がった方がいただろうか。いい表情をしている。失礼します。急遽ですね、始球式ですがスピードを測るということなので、100キロを目指して頑張りますので、皆さん応援お願いします。人生初の始球式と、その前にこんな方からメッセージが。リオちゃん元気ですか。
BC リーグの始球式頑張ってください。もしそこでいいピッチングができたら女子プロ野球でも始球式お願いしとくので楽しみに待ってます。頑張ってね。北海道で生まれた野球少女は女子プロ野球を目指すも怪我で断念。そして新たな夢、モデルを目指し上京。今ではライジンガールにも選出。一歩ずつその夢へと進んでいます。そして今回念願の始球式に挑戦。女子タレント最速104キロを目指します。渾身の一球はアウトコース高めに力強く思いの詰まった一球でした。スピード発表します。97キロです。大きい。でもどうぞ皆様大きな拍手をお送りください。椿梨央、人生初のプロ野球での、しかも公式球での始球式の球速は97キロ。目標には惜しくも届かずでしたが、立派な投球でした。おー、なんか来てる。砂ぼこりだけ立ったって。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか？現実は厳しいと。あそこはすごかったですね。もう心臓の音がすごい聞こえました。緊張した？いや、緊張しました。緊張した、はい、出し切れましたか？出し切れました。今の自分の実力だなっていう風な実感できたので、またトレーニングし直します。じゃあ悔しい。また頑張れ。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、特に何も起きませんが、試合前にこんなイベントも。あの兄ちゃん、鉄の鉄、あいつも出んの？球速を争うスピード王バトルが行われておりました。徳さんをね、ちょっと思いっきり皆さんも理解していただくためにちょっと気合入れちゃいますよ。あ、お願いします。1、2、徳さん、ダーよしゃれだ。うわー、会場はピンと来てません。大丈夫ですか？ピンとがってないだけだ。入った、やりました。キャラがもう、いけ、さあ、関根さん。おー、松原さんの記録発表します。126キロです。おー、新記録です。おー、球場を相手に動きます。すごい。そして代表、代表山根社長、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 負けないよ、負けない、社長、負けない、社長、大変だよ。それでは山根代表の記録発表します。133。こんな風に平和な感じで BC リーグやってます。ご視聴ありがとうございました。